ません。普通はこういう時って、バカ、そんなことできるかとか、照れて順番を譲るものでは。先に言っておくが、俺にお約束とかは通用しないからな。例えばだ、俺にめぐみんが惚れて、俺がよそで他の女の子に迫られたとする。そんな俺に嫉妬して理不尽な暴力でも振るおうものなら、俺は遠慮なく反撃する。俺はやるときはやる男だからな。そこらへんちゃんと覚えておけよ。私を殴って。ちょっとマカちゃん、さっき私が殴った分の借り、このままじゃ気持ち悪いもん。よし、ちょっとブラックスター、食いしばっとけよ。お前、少しは手加減に。どこで聞いた？見ただけで過去と未来のすべてを。どこで聞いた？ユータ、痛い。どこで聞いたって言ってんだ！見えない、ユータ何も。お前のその惨めな幻想をこの右手でぶち殺す！女子はプールか、羨ましいぜ。スケベな、スケベ、うっせえ。男子は水泳いいな。スケベ、え、スケベ。ドリゴ変質者、くさ、早く。だから違うって、その子は迷子、僕は一緒に母親を探そうとしてただけだ。え、うん、あ、さあ、は、いいから蹴って、これでお愛子でしょ。いや、お愛子って、もう分かったよ。いたか。ああ、ちょっと君、何やって。真の男女平等主義者な俺は、女の子相手でもドロップキックを食らわせられる男。さあどうする。ぬあっ、ほほほれ、ほほほほれ。お前、この女によく蹴られてるんだろ、その辛さを味わわせてやる。いいから行け。この人、本当に俺のこと分かってくれてて。なんなの、どこ行くのよ。ボーイミーツボーイ。ここまで分からないところはありますか。はい、全部分かりません。それは困りましたね。困りました。だから外でドッジボールしたいです。清水さん、手を引きなさい。さもなければこの写真を公表して社会的に抹殺します。僕の写真、もしかして清水さんお尻に跡があるんじゃ。どうしてそれを。脅迫犯は清水さんだったのか。それじゃあ女子風呂の盗撮カメラも。そこまで知ったからには生かしておけません。おとなしく私を。よくやったな。私はあなたを守る。お前何言って。アッカーマン訓練兵、お前は特別に後衛部隊だ、ついてこい。ま、私の腕では足手まといになります。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。しかしおい、いい加減にしろ、ニカさん。お前までおたついてんじゃねえ。人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。一部からブーイングだ。しかし正直俺もそう思うわ。バクローはここまで上がってきた相手の力を認めてるから警戒してんだろう。本気で勝とうとしてるからこそ手加減も油断もできねえんだろうが。まだだ、まだこいつ死んでねえ。は騎士です。女性に剣を向けるなど、なんというふぬけだ。そこのカズマはな、自称男女平等主義者で女相手にドロップキックも食らわせられると豪語してるやつだぞ。
って理不尽な暴力でも振るおうものなら俺は遠慮なく反撃する。俺はやるときはやる男だからな。そこら辺ちゃんと覚えておけよ。あ、この